県内では今日新たに78人の新型コロナウイルスへの感染が分かり、新たに3件のクラスターが発生しました。県内の累計の感染者数は1万人を超えました。新たな感染者を自治体別に見ますと、三島市で12人、沼津市で11人、静岡市で10人、下田市で9人などとなっていて、県東部での感染が目立っています。沼津市では今日までに接待を伴う飲食店で8人が感染、スナックで5人の感染が確認され、いずれもクラスターと認定されました。下田市ではボランティア団体の会合に参加した7人が感染し、クラスターが発生しました。県内の感染者は先月中旬は落ち着きを見せていましたが、再び拡大傾向にあり、今日累計感染者数が1万人を超えました。